はい、どうもさん、こんにちは。もじゃ TV です。という、今回もウィニングルミ2018アプリやっていきたいと思います。ということで、今回はですね、総合値100ロナウドということで。パーフェクトロナウドだ。はい、まあ、こちらがね、ジーコのガチャの時に、まあ、成長してったと。そうだね。いった感じなんですけれど、まだ動画としてね、こちらのロナウド100を、紹介してなかったので、今回紹介していきたいと思います。まあ、55レベルで、総合値がセンターフォワードだと100になります。なるほど。でも185センチで、まあ黒玉の中で、まあ一番本当に強い、フォワードかなと。もう皆さんも知ってると思うんですけれども、ね、まあ55レンジの、能力値はこんな感じで、まあオフェンスエース決定力がもう99と。すごい。いう形になってて、まあボールコントロールも非常に高いと。で、ヘディングだね。キック力も98、98。で、ジャンプが99と。すごいね。まあ、スピード瞬発も94、90あって、なんとスタミナ93あると。スタミナがあるのがすごいね。やっぱロナウドはね、うん、でコンディション安定度も7なんで、まあそんなに不調になることとかもないし、もう本当に何でもできちゃう。まさに完璧超人、うん、こねれて決定力やばくて裏の抜け出しすごい。まあ、ちなみに PSO だとこねられはしないんだけどね、そんなにこねられないけど、うん、アプリだと結構細かいドリブルまで、まあ頑張ってくれるというか、すごいんだよね、うん、ちょっとやってくれるっていうのがあるので、まあこいつがね、はい、いい感じで、まあ、抜け出しとかしてくると、うざいよ、まあ、相当怖いといった感じで、うん、はい。ということでですね、オンラインの方をね、やっていきたいと思います。まあロナウドは多分もうね、みんな強いの知ってると思うんですけど、まあ55レッペのねロナウドがまたとんでもないというのをね、うん、お見せできればいいかなということで。結構987、はい、結構強い方が来ました。12月頑張ってる人だ、うん、はい。ということでロナウドも、好調といった感じで、相手の方はクロップをね使っていますね、うん。さあオンラインでのロナウドをねちょっと見ていければいいかなと。まあ自分の動画をね結構見てくれる人だったら、もうロナウド結構出てるんで、何回も試合中に。これ褒めなんでだったっけ俺ら、うん、俺らはシメヨネですね。あ、シメヨネで、ロナウドがあのね、タクティカルだっけ、うん、あのね、あれがなんかカウンターみたいな、うん、ロナウドに合う戦術みたいな感じだと思うんだけど、うん、やっぱりカウンタータイプに合うんだろうね、ロナウド。まあそうだね、うん、あんまりなんか落ちてきて受けるっていうよりかは、やっぱ裏抜け出したい感じするからね。まあやっぱ基本的にロナウドは決定力がバカ高いんで、うん、フィニッシュとして、フィニッシャーとして使ってあげるのが、まあ、一番いいかなといったところですね。ちょっとこれは当たってしまったな。そうだね、ビダルにちょっと当たっていくと。まあ、オンラインで987なんで、普通に多分結構勝ってきてる人なんで。そうだね、結構怖いですね。まあオンラインもレート2セットされてるから、今月は俺らやってないけど、うんうん、まあ頑張ってねやってる人とかもいると。ここがもう怖いから ね、 プレスをねかけていく。このプレスがもう速いからな。本当ターミネーターだから、うん、相手からすれば本当に、まあこの詰めるときでさえね、キーパーの詰めるときでさえ、何かちょっとオンラインの重さが加わったらちょっとね怖いよね。怖い。さあここでもしっかり貯めるで時間を作れますね、うん。さあベール抜けてきて、もう一個グンしたかったですけど、まあそうだね、まあそこでしっかり貯めれて、そこから、うん、顔にゴールに顔を出すといったシーンなんですけれども、やっぱあそこでしっかり貯めれる、でもう一回走ってゴール前まで顔を出す。そうだね、これがロナウドの特徴。ここでもしっかり落とす、で抜けてきて、うん、もう来たよ、立ったか立ったか、ズドン。いやー、もうニアに突き刺しちゃえばいいと。もうね、ロナウドでね、ここまで入ってってシュート外したことは正直ないわ。そんなにないね。ないないない。1対1は結構決めてくるな。9割は決めてない？もう。やっぱり決定力99っていうのは、ここで、うん、来てくるのかなっていう感じはするけど。まあ、ロナちゃんはあれだよね、やっぱり。落として走って、うん、最後にまたもらうっていうね、ところですね、クリシャロナド。さあ、メッシ貯める。よいしょ。ちょっとフラパス出してみて。おい、はい、まあね、そこ肘じゃねえかっていう。まあでもかなりやっぱディフェンダーそこら辺強くしてもらわないと困るから、ね、まあまあまあそうだね、うん、あ、それあれ通ってしまったらちょっと、うんうん、まあでもたまにねあれが抜ける時もあるからね、あるよ、まあ恐ろしいと、うん。さあポグバがねやっぱ強いね。そうだね、前線で置いとくポグバうざいからね、うん。でもこれもポグバちょっと使ってみようかなと思ってんだよ、ね、うん、足超長いんだよな。ただちょっとタッチがでかいんだよね。そうそうそう、ポグちゃん、おっと、激しいよ、中盤も。ここもしっかり、相手はクロップだけど、結構守りも、そうだね、うん、ここ怖い。怖い、オフサイド。
まあ、やっぱりロナウドなんで、まあ、基本的にゴールキックとかはなるべくもう蹴っちゃうといったところですね。ジャンプが99、やべえな。さあ、ここもいい感じで相手の読みが入ってますね。ケアされてます。怖い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 、この突っ込んでくるのが怖いな。スタミナも93なんで走らせまくれるというね、うん、あれもありますよ。さあ、フィリペでこねて、もうサイドバックでね、こねるというのは結構大事でね、ウィニングレベルだと、うん、さあ抜けてくる。ちょっとこれね、惜しかったな。体勢が悪かったんですけど、もうちょい体勢が整ってフライパスしてあげれば、うん、ロナウドに通るパスだったかなといった。相手もさすが987ぐらいの人で、うん、かなりしっかり。そうだね、なかなか最後のところはやらせてくれないという。そうですね、結構ね、久々にあのオンラインもやってるんですけど、やっぱり本当にうまい方とやるとね、うん、本当に楽しいですね。まあ、たまにね、本当にまだ悪い方がいるんだよね、やっぱり。でこれ、あれか、まあ、クリロナとメッシ。そう、一応2トップで、今回並べてるといった感じ。さあ、これ見てきて、ここら辺がね、まあこれ。くる。うへぇ。といったね、まあ、ところなんですよ、オフサイドです。ちょっとでも、あの1個、うちらに落ちたのは、まあ、ラッキーだったな、うん。あれ普通取られてる可能性もあるような。あと、ロナウド。ノノあと、ロナウドの場合ね、結構ループ、うん。俺、キーパー突っ込んできたらやるんだけど、さっき決めたじゃん、あれ。うん、あれ結構強い。そうだね。さあ、ビル。いや、強い。チアゴシバ強い。やらしてくれない。ね、今うん、クリスチャーノ、ここでモテちゃうのよ、うん、この PSO じゃあんまできないんだけどね、このプレー、うん、さあ抜けてくる、左翼から登場、はい、よいしょすごいな。そうだね、この人の守備は結構人に来る守備なんで、そうなると結構裏の最後が、ま、なんつうのカーソル合わなくて、うん、こう行かれちゃうっていうのはあるね。実際この前あのフレーマーしてもらったおめでとうさんなんかは、うん、まあそんなに人はプレス指示で行かせて、うん、自分はラインを下げるみたいな、うんうん、感じの守備なんで、やるならあれがベストっていうかね。まあそうだね、うん、まあ一番安全ちゃ安全。ただね、この方多分なんでかというとクロップが、うん、フォアチェックアグレだと思う、確か。そうだね、だから多分前から蹴るんだよね、こうやって、うん、これがハマればやっぱりなんてやらしくれないしっていうのを多分考えて、ね、おそらく守備をされてると思うんで、いや監督にあったね、守備の仕方っていうのがあるんで、あ、ここ浮かしたかったな。そうだね、浮かしたかった。まあシミオネの場合だとやっぱりリトリート、うん、なんで下げて守備っていうのが基本鉄則なんですけど、フォアチェックの場合やっぱ人にね行くっていうのもいいのかなって言ったところですね。ここが空いちゃうんだな。ここもさっき逆のところ出されてたら結構怖かった ね。まあね、ロナウドの場合はやっぱり溜めれて走られるというのは怖いから、やっぱりファーストディフェンダーの人はあんまり行かない方がいいのかもしれない、うん、結構モテちゃうから。ボールうまい、ベールの軸足ターン、うん、あそこも一個前に出してもらえれば。そうそうそう。まあ狙いはそうなんだけどね、うん、ただまあちょっとね、やっぱり行かなかったりもするんで、これまあカーソル変わってないですね。ここで変わると、やっぱカーソルがね、変わるのが難しかったりとか、ちょっとね、ずれちゃったりとかも、だから、先回りするか、もうある程度、もうだから、先に守備しとくしかない感じはするんだよな。うん、おい、出てきちゃうからね。キーパーもかなり頑張ったの、今。さあ、82分で2-0、まあ、ここ、追加点欲しいかなといったところですけど、うん、ネイマル、これやっぱ、こねるって、溜めてくると。さあ、タッチ、いや早い、素晴らしい、トラップしてからのシュートの速さが早い一気に中に持ってくるから、うん、まあね、間違いなく黒のセンターフォワード最強はロナウドだね。まあそう、異論はないでしょう、異論はないね、これはこれは間違いないわ。全部の面見たら全部絶対ロナウドだね、うん、さあ、ここ怖い、カウンターですね、うん、ここも下げないといけないね、うん、もうこうこうこう、うん、下げないと。これも結構いいディフェンスできてますよ、うん、ここで取るといった感じなんで、あれはまあおめでとうさんってやった時のね、まあ、ただここだともっと怖い人だと、もっと早く攻めてくるんだけどね。おっとっと、来た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 、よいしょ、よいしょ、あーすごい、素晴らしい、3点分、いやこの987の人相手だからね、相手に3点しっかり決めてくるっていうのは素晴らしいね、やっぱり。
はい、ということで、まあ、今回ね、久々の結構オンラインマッチだったんですけれども、うん、まあ、クリア区内の方とやってきてね、まあ、ロングアウト3点、うん、まあ、初っ端やっぱ決めてくるといった形で、まあ、選手評価としても 8.5、まあ、当たり前ですね、もう、ハットトリックしてるんで。まあ、パーフェクトロナウド、まあ、これに恥じぬ動きを見せたんじゃないかなと。すごいね、これ。すごいね。ニアに蹴ったけんだけど、早いんだろうな。うん、まあ、本当でもリアルでも蹴ってるやばいけど、うん、まあ、ゲームのこのアプリでもやばいからね、うん、ちょっと抜けてるよね、やっぱ能力値が。まあでも結構早いよ、やっぱリアルでもね、うん、ここもターンみたいな、タッチしてターンみたいなの、うん、まあ、これハイライトですけど、本当ここも足が1個出てきてズザーンみたいな、うん、待ってぶち込んじゃうみたいな、ね、まあそうだね。だからオマメはなんか結構ゲームだと現実よりゲームの方が強い、うん、れてるみたいな感じなんだけど、ロナウドはまあリンクしてるね、まあ普通かな、うん、うん、よ、お、こんなんある。結構ね、仕様も変わってて、12かな、こんな矢印グーみたいな、なんか結構いろいろね、あのアップデートによっていろいろ変わってるんですけれども、なるほど。まあなんかあのやっぱりね、オンラインマッチでもああいう強い方とねやると非常に楽しいんですけれども、まあ今月はあんまりレートは伸ばせてないんですけれども、まあやってないね、うん、あのイベント集会ばっかしてるからな、そう、うん、あのでもトレーナーコーチとかも結構落としたりとか、うん、今あのしてて、まあ、育成とかもして、あとジーコだね、ジーコも今あの先日適合率が 97% ぐらいまで上がってきて、おー上がってきた、あのもうレベルも29なんですよ。そしてなんとジーコ使えることが判明したと、あの、ね、めちゃめちゃ使いましたね、ジーコ、うん、当初はゲットした時はまだ戦術的合理で 1% とか、うん、TS が低い状態でジーコ使ってたんですけど、うん、今ね結構あのイベント集会の時にジーコをベンチに入れて、あの、まあ、TS だよね、うん、上げつつジーコも使って今プレイとかいろいろ確認してるんですけど、ジーコかなり使えるんで、まあ、ジーコを使ってみたとみたいな動画もね、まあそうだね、ジーコの使用感みたいなのをまたちょっと動画で出せればいいかな、フリーキックは出したんですけど、うん、出していくんでね、そちらもぜひね期待していてください。ということで、また次回の場所、さらぼー。